久しぶりの生放送でございます。あのね、まあ板橋区なんだけど、ちょっとね今日ね歯医者にまあ行くんだけど、ちょっと、ね、待ち時間が1時間ぐらいあるんで、ちょっと、ね、適当にね付近を散歩しながら生放送しています。あとね iPhone でマイクを使ってちょっとテストしています。iPhone5S 付属の純正のイヤホンマイクです。うん、まあ板橋のとある場所から適当に散歩しながら生放送しています。いや天気ですね、今日もう日が差しすですね、これからとか暑いちょっと暑着すぎたかな。土が綺麗ですな。まあ適当に生放送しています。本当はなんだっけ、ネクタスセブンで生放送しようと思ったけど、ちょっとでかいからさ、iPhone でやってます。放送できてるかな？てか声ちゃんと聞こえてるかな？やばい。中国にいたせいでなんかね、これくらいの道だったら信号なんかも気にしないで渡ってしまう。やばいね。この癖は治らないの。まあちょっと板橋のとある風景を、まあ、見ながら暇な方は見てください。ちなみにこっち側はね、まあ、場所的には東武練馬の方に向かってるんですけどね、まあ、付近にドンキホーテがあるんで、ちょっとまあそこを目指していこうかなと、そしてちょっと戻ってこようかなと思います。昨日の夜ね、そういえば、まあ、ちょっと適当に話すけどまあ適当な生放送だから、なんだ、ブログをちょっとアップしましたよ。なんかね、去年の5月から放置してたひどく監視、まあ監視のメモアプリなんですけどね、個人的な、それを完成させたんだけど、それのまあ簡単な、なんて言うんだろう、チップス的なブログをアップしました。あとね、ボーカロイドに歌詞をつけてアップしました。あとね、2つぐらいのボーカロイド歌詞をつけたいのあるんだけどね、準備だけしてます。あとね、適当なお料理動画もね、編集する準備まではできてるんだけど、うん、まあ今日はちょっと今病院に行かなきゃいけないんでね、そして歯医者ね、その待ち時間の合間にちょっとねテスト放送してる感じです。テスト放送というか、なんか適当な散歩動画です。散歩歯医者、日傘を差しています。iPhone5S でも、ね、結構手ぶれするから、ネクタスセブンだともっと手ぶれするだろうな、外配信。なんかスタビライザー欲しいな、スタビライザー。自撮り棒じゃなくてね、スタビライザー欲しい。滑らかにこう動画が撮れる。でも声聞こえてますかね？というか反応がないからわからない。今この、イヤホンマイク使ってるんですよ。イヤホンマイク。だからちょっとね、声が聞こえてるかちょっと私には確認ができない。コメントがあればわかるけど。いやもうこれからの時期、日傘必須ですよ。日傘必須。映ってますかね。歯医者が終わってからまたブログというかね、動画編集とか、あとね、過去に作ったアプリの修正をしたいんですけどね。とりあえず動画編集先にやって、また、まあ今日バイト休みなんだけどね、また次は木曜日休みかな。その時にまたちょっと修正始めようと思います。あ、どうも。コメントありがとうございます。あ、声小さいか。これでどうでしょう。ちゃんとなんかこうコメントが出てくるね。アップデートしてからなんか まともになった気がするわ。今ですね、まあ、歯医者の待ち時間に、まあ、適当に散歩しながら配信する感じでございます。板橋区のとある場所です。ちょっとこれからね、今歩きながらドン・キホーテに向かってます。まあ、ちょっと東武練馬と上板橋の近くに、間ぐらいに、ね、あるんですからね。そこに向かってるけど、ここは商店街です。のどかでいいですよ、ね。ちなみに日傘を差しています。本当はもっとね、なんだ、
ほら、この前なんか紹介してくれたけど、板橋区のほらいろんな名所って あったじゃないですか。あ、ね、サイトも見せてくれたけど、まあ、見たけど、ああいうとこいろいろとね、ちょっとね、行って、写真とか撮ったりね、さあ、まあ、動画撮ったりしたかったんだけどね、ちょっとバイトがね、なんかね、週5回、なんか、フルでなんか入ってるからさ。で、5月もね、なんだろう、ゴールデンウィークでさえね、休めないからさ。でも、休むとも休めるんだけどさ、ちょっとね、あまりそういうことはしたくないからさ。あ、ヨーカドでトマト買ってきて、ヨーカドのトマトは高い。実はね、この、ほら、ここ商店街じゃないですか。だからね、実はね、個人系の昔からあるなんかね、安い八百屋さんとかいっぱいあるんでね、そこはチェックですよ。あ、詳しいですね。ドンキは左方向の方面だな。そうです、そうです。さすが、詳しいですな。もう場所特定されたね。大丈夫です。今日は暑いですね。そうです、暑いですよ。暑いのにさ、ちょっと、ほら、服がさ、厚手なんですよ。いや、私、夏でも長袖着てるけどさ、これは冬秋、まあ、春秋用ぐらい のシャツなんです。だからちょっとね、暑い。苦行ですね。ちなみにこのシャツあるじゃない、シャツこれ。これほら、まあ、ちょっと気づいてる方は気づいてるかもしれないけど、2005年のほら中国旅行の時から着てるシャツなんですよ。しかもなんか思いっきりね、こうジャマイカってアピールしててさ、こいつ薬中あタイム吸ってんのみたいな思われないかなってね。あ、ちょっと待って、私はそういう人ではございません。10年もこのシャツ着てるのすごいね。10年も持ってるよね、これ。物持ちがいいね。話があるけど、ほら、商店街、いろんなね、お店があるんですよ。だからね、わざわざヨーカドーでね、買わなくてもね、なんかね、探せばいろいろとある。安いトマトとか。だからあまりにも安すぎるのでさ、逆に不安なんだけどね。産地も記入してないからさ、記名してないからさ。あまりそういうのは買いたくないけどね。まあちょっと適当に配信してます。散歩配信でございます。いつも通りの適当な配信です。仮にここちょっと寄ってみようと思います。こっち方面はたまにしか来ないんですよ。うん、あ、すごいすごい、見てこの。メッツグレープフルーツ1缶49円だって。これが板橋区ですよ。こういうの、ここだけじゃないからね、いろいろあるからさ。安い。缶コーヒーも70円とかさ、いろいろあるんだよね。ここは、カンパチかな。カンパチの下、地下にカンパチが通ってる。うん。ここはカンパチの上。環状8号線の上でございます。もうドンキホーテついちゃった。ほら、見えますかね。見えますかね。あそこ。看板が出てるけど。あ、そうだ、せっかくだから、ちょっとね、ドンキホーテの中ほら撮影できないから、ちょっとね、東武練馬方面にちょっと適当に散歩しようと思います。せっかくだからね。こっちの方になんかね、古本屋とかね、中古のゲームショップとかね、いろいろ売ってるんですよ。3店舗かな、あったな、うん。ちょっと日本に帰ってからまだ見てないんでね、ちょっと観察します。そういえば皆さん、ゴールデンウィークはどっか行きますか？本当だったら私ね、ちょっと休んでね、奥多摩でもいいし、埼玉でもいいしね、あと場合によってはさ、ほら、東北の方にちょっと行ってみたかったんですよ。電車でさ、のんびりとさ。でもまあ仕事なんで、バイトなんで行けないけど、せっかく買ったね、NEX5T あのカメラをね、フル活用したかったんですけどね。まあ次回に持ち越しかな。6月ぐらい行ってみようかな。ほら、日本でさ、旅行ってあんまり行ったことないからさ、特にさ、東北地方行ったことないんですよ、私。青森とか、ね、北海道行ってみたいんだけどさ、行ってみたいったら沖縄も行ってみたいけどね。どうですか、このなんかこの昭和チックな商店街に。
このまま歩くと東武練馬、まあ、東武東上線の東武練馬に、あ、この店は初めて見た、新しくできたお店かな、ソフトクリームなんかところどころね変わってますね、お店とか、うん、私の記憶の中にあるお店がなくなってる。なんか手ぶれがすごいな。あと話があるけどね、この iPhone 5S に付属のイヤホンマイクね、純正の、意外とね音が良くてね使えるってことが分かった。だから今オーディオテクニカの、あのイヤホンマイクは使ってない歯医者ってはさ、去年のほら、12月頃、確か生放送でいたのかな、すごく痛くて、ドンファン、上海のドンファン医院に行って、東方医院ね、見てもらったって言ったけどね、あれからね、ずっと行ってなかったの、実は、痛みが収まってさ、でもね、最近ね、また痛み出したからさ、それで今日行った、まあ、駆けつけた次第でございます。やっぱ歯医者とかさ、歯とかさ、早めに行ってとかいいよね。本当痛くなってから行ったんで、やっぱね、ダメだなってなんとなく分かった。初期治療、早期治療って大切でしょ。でもめんどくさいからね、時間取れるからめんどくさいで行ってなかったんだけどさ、今日は行く。もう予約もしたから、あと30分ぐらいかな、待ち時間。やっぱりこのままだともう東武練馬に着いちゃいそうだな。あ、すごい、なんかこんなところにインド料理屋さんが、インディアンダイニング、ちょっと後でチェックしよう。ほら、私肉食べないから、まあでもね、実はちょっとたまにね、最近食べてないんだけどさ最近ね、実はねだけどこういう菜食っていうかさ、肉を使ってね、ほら豆料理を出すお店ってあんまりいないからさ、貴重だからちょっとチェックします、後で餃子の満州、ここは変わってないの、あれは練馬駐屯地の方か、自衛隊のなんか駐屯地があるんですけどね、あ、ここここ、さっき言ってたほら古本屋とかゲーム、まあ、中古ゲームとか売られてるお店っていうのはまず1店舗目、ここも変わってないですね。また後でチェックします掘り出し物があるかもしれないここも変わってない、ここも、うん、ここも中古ゲームの販売してるお店、なんか東武練馬まで着いちゃった、ここはもう東武練馬なんですよ、右側が東武練馬の駅です、でイオンがイオン、うん、スーパーのイオン、どうですか板橋区はまあここも板橋区の一部でしかないんだけど、このゆるりとした感じが好きです、私は平和ですな日本は。こっち行くと東武練馬の駅、ちょっと行ってみようかな、あ、でも寄ってたらねすぐ時間経っちゃうからね、あと30分ぐらいで歯医者行かなきゃいけないから、ちょっと見る暇ないな。東武練馬の駅でございますついにここまで来ちゃった。話があるけど、やっぱ男の人で日本って日傘差してる人あまりいないね、とか見かけないですな私ぐらいか、もしかしてこの辺で日傘を差してる人って男の人です。あ、ココイチ、うん、上海ではよく行ってましたね、オムレツとキノコのカレーライス、肉入ってないやつ、うん、あれを食べてた、38元ぐらいだとな、なんか話してるうちにもうイオンまで着いちゃった早いな、早いというか日本というか狭い一駅の間隔がね短いね、上海の地下鉄も一駅って長いからさ、歩くと結構時間かかるけどさ日本はね、ニコ生している間につけるあ、ちょっと見たいけど今日は歯医者に行かなきゃいけないんで、ちょっともうちょっと早めに戻ろうかな、ちょっとドンキョーテ行きたかったんだけど戻る、どうしよう、こっちから戻ってみようかな、
いやでものどかですな。ここさっきあのローソンがあったところです。でここが違った場所、まあ、さっきのほら東武でもない駅に出ます、うん、この辺は変わってないですね。まあ今日はちょっとね歯医者の待ち時間を使って適当に散歩しながら配信してる感じなんでね、まあ、いつも通りの適当な放送でございます。ちょっと今度はこっちから行ってみるか。まあ、こっちからもさっきの商店街に出れますん でさらにまあ商店街の左側が川越街道、うん、川越街道でドン・キホーテがある。今日はこの枠で終わろうかな。まあしばらくはねあの私バイト頑張りますよ。充電期間中ですよ、充電期間中。まあ今後のことはよくわからないですけどね、今後のことは。まずは資格のほら勉強もしなきゃいけないし、資格を取らなきゃいけないしさ。でいろいろなんだろう、やるべきことをやった後に考えようかなと思います。まあとりあえず今日は歯医者が終わったら、まあ、動画編集メインにやろうかな。その後でまたぼちぼちと過去作ったアプリの修正をして、あとね新しいアプリもここにも作りたいのがあるんで。作りたいですね、うん、しばらくはそんな感じで過ごします、うん、バイトと動画編集とアプリ修正と作成とそんな感じで、うん、だから生放送あまりしないかもしれない、できないかもしれない、うん、ここはさっきの商店街でございます。ちょっと立ち寄る時間がないね、残念。また今度来よう。まあ、今日はこの枠で終了でございます。今日はねあのさっきの一枠で終わろうと思ったんだけどね、生放送ちょっとまあ一遍家に戻ってちょっと荷物とか置いてまた出てきた感じです。ちょっと散歩したかったんで。天気がいいんで今日傘差してないです。さっきの奥歯抜きましたよ。なんかね、あ、そうそう、私 の生放送は適当な雑談というかさ、適当な放送なんでね、適当に雑談しながら放送しています。特にネタとか何もないですから、ただのこれはお散歩動画です。でさっきね歯医者に行って、まあ、奥歯を抜きました。結果的になんかね去年の12月にその、まあ、上海に行った時にもう歯医者行ったのよ。ドンファン医院の中にあるね大きい病院の、まあ、歯医者ね、歯科ね、その時にもすでになんか悪かって言われたんだけど、痛み治まってからずっと放置してたんだけど、で今日行ったらね奥歯周辺の、ね、骨が溶けてると。これはちょっと厳しい状況だと言われて抜かなきゃダメだと、で結果抜くことになってしまいました。でも先生がねまだいい方だと、ずっとね痛みがまあないから放置してると顎の部分までねなんかね削らなきゃいけなくなるらしい。顎のその部分ごとだからね結構ね入院とかしたり大ごとになる人が多いらしいんで、私の場合はまだ良かった、うん、そして、まあ、先生が言うにはまあ、骨が溶けてたんで奥歯もすんなり抜けましたよと、でその奥歯持って帰りますかって言われて、いやいりませんって言いましたけど、いやちょっとねさっきちょっと汗ばんでた緊張のあまり。今ちょっと落ち着きましたよ。さっきまでね薬をまあ含ませた綿、まあ麺をねずっと噛んでたんですけど、今まあそれを取ったんでちょっとちゃんと今喋ってる感じです。多分今は大丈夫だけど明日あたりから腫れてくるんだろうなっていうのがなんとなく、ね、想像できる。今まだこう普通だけどね。ああでもそんなに痛くなかったね。痛くはなかったけどね、手に汗を握ったわ。ちなみにここは板橋区でございます。私の庭でございます。板橋区、ここは常盤台の近くはね、まああまり
言いたくないけどなんか特定されてるよねまあちょっとね散歩しながら適当な生放送してます。あとそうだ、奥歯抜いてその後どうするんですかって聞いたら、なんか新しいなんかその奥歯、まあ、入れてくれるのかなと思ったらね、なんかブリッジにするとかね、あとなんか保険対象外でなんか30万円ぐらいするなんか治療とかなんかそういうのがあるらしいんだけど、ちょっとまだ調べてないんだけど、後でまあちょっと調べてみるけどね、ちょっとの 大ごとらしいまあ奥歯なくても別にそのままでもいいって言われたけど、ね、奥歯の代わりにその偽の奥歯をつけるためにはちょっとね他の2本のなんか歯を、ね、削ったりもしなきゃいけないとか言われてね、なんかね、まあ、とりあえず 今のところはまだその必要ないから大丈夫って言われたんでね、とりあえず回答は避けてるんだけど、でも保険対象外で30万円もするような奥歯の代わりのその奥歯偽の奥歯入れるのはねちょっとね考えてないね、高いでしょ、高すぎだよね、高すぎちなみにあのねこの先あたりから、まあ、私よく行ってるんですけど結構気に入ってる場所があるので、まあ、そこまで散歩します。なんか言いたいことがあったんだけどね忘れちゃったあれこれちゃんと放送されてるのかな。いやでも奥歯抜くとは思わなかったな、そんなひどいとは思わなかった。しかも